皆さんこんにちは。見てみて社協です。さて今回は松阪市社会福祉協議会嬉野支所が実施している笑顔をつなぐつなげる子ども服リユースについてご紹介します。子ども服リユース事業は買い替えサイクルの早い子ども服を捨てるのではなく、まだまだ着られる状態のものを他の方に使ってもらおうということで、現役子育てママを中心に事業がスタートしました。そんな子ども服のリユースですが、本日は嬉野地域振興局の嬉野保健センターで開催しています。早速覗きに行ってみましょう。会場はこんな感じです。子育て家庭の方を中心に来ていただいてますね。皆様からお譲りいただいた子ども服がこんなにもあります。ではお越しいただいている方に少しお話を伺ってみたいと思います。はい、それでは一人目の方に早速インタビューをしてみたいと思います。今回のご利用は初めてでいらっしゃいますか？2回目の利用です。ありがとうございます。利用してみての感想を教えてください。とても服がたくさんいるんですごく助かります。ありがとうございます。今日のリユースはどのような形でお知りになりましたか？フリーペーパーに掲載されていてそれを見てきました。ありがとうございます。今日はどなたのお洋服をお探しでしょうか？この子の服を探しに来ました。いいお洋服はありましたか？ありました。服もありましたし、この帽子も早速買わせてみました。ありがとうございます。夏っぽくて素敵な帽子を見つけていただいてありがとうございます。今日はどちらからお越しですか？今日松阪市内から来ました。今日は、ゆっくりご覧いただくことができましたか？たくさんちょっと種類があったのですごいゆっくりと見させてもらってます。はい、お気に入りの1枚は見つかりましたか？ちょうどさっきちょっと1枚見つかったところで。ぜひ見せてください。男の子なんですけど、これが可愛いなと思って、こんなのちょっと花柄なんですけど選んでみちゃいました。赤いボタンも素敵ですね。そうですね、ちょっと着てるのが楽しみだなと手に取りながら思いました。はい、はい、ぜひたくさん着ていただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか？この事業は子どもの洋服には大切な思い出が詰まっていて、捨てるに捨てられない、大切に使ってくれる誰かがいたら譲りたい、また譲ってほしいという気持ちをお持ちの方のお役に立てればという思いからスタートしています。企画運営についても子育てに関わる保健師や主任児童委員などの関係者だけでなく、子育て中のお母さんにも協力いただいています。令和5年度は12月と来年の2月に嬉野社会福祉センターで開催予定です。事業の財源には地域の皆さんからお寄せいただく赤い羽共同募金を活用し、ご来場いただく方、募金いただく方の誰かのためにという思いの詰まった事業です。ぜひお越しください。それでは見てみて社協です。今回はこの辺で。さようなら。